岩切門に3月明治29年11月24日は日本の政治家、日向国出身、慶応義塾卒業、1873年1月に誕生した宮崎県は1876年8月に鹿児島県に合併されてしまう。この鹿児島県から分離しようという文献運動に門には参加し、1883年5月の 宮崎県斎おに貢献した。運動中には弾劾演説で、鹿児島県で渡辺千秋を罵倒して検挙されたこともあるという。文献の議決をした同年2月の鹿児島県通常、県会では、議長である川越進の元書記長となった。最知県後の門にの活動は、新聞の観光と政党の結成へと向かう。1888年2月15日。 宮崎県発の新聞、宮崎新報を発刊。門にはその主筆となった。一方、1889年3月の旧、九州会新党の影響を受けた日州同士会の結成に参加。これが、宮崎県の政党形成の大きなきっかけとなった。1890年7月、日州大同クラブは解散し、クラブ員は随立県自由党に加入することになり、 門にもこれに参加している。1894年、第3回衆議院議員総選挙において、宮崎一区から立候補し当選し、衆議院議員となったが、1896年に、病没。去年37であった。ありがとうございます。